東鉄交通株式会社は、かつて存在した青森県戸和田市に本社を置くタクシー事業者である。戸和田観光電鉄の子会社で、国際工業グループに属した。本社は、戸和田観光電鉄三本木営業所と、同一に置いていた。2015年に廃業、会社解散した。社名は、戸和田観光電鉄の略称、重鉄による。地元では、 通称、銃鉄タクシーとも呼ばれていた。旧社名は、十和田観光タクシー株式会社。なお、十和田湖周辺には他にも、秋田県の合資会社十和田タクシーがあり、青森県内にも、十和田タクシーという社名のタクシー会社が、複数存在する。2012年3月31日まで、営業していた。 十和田観光電鉄線十和田市駅のタクシー乗り場には、東鉄交通が、独占的に乗り入れ、待機しており、市内の他のタクシー事業者は乗り入れ、待機はできなかった。同年4月1日付で、十和田観光電鉄線が廃止。2010年の東北新幹線延伸による7個、十和田駅の開業と、翌年に発生した、東日本大震災の影響が大きかったとされる。 鉄道廃止後、タクシー利用者の減少による経営収支悪化により、2015年3月15日をもってタクシーの運行を終了、同年4月1日付で廃業することを発表。同年4月22日付で会社解散した。イスズ自動車製の乗用車をタクシー車両として採用しており、普通車はフローリアン、アスカなどが在籍した。 普通車の塗装は白地に赤帯の重鉄オリジナルカラーであった。過去には小型車のベレットなども在籍していた。なお、親会社のと和田観光電鉄でも国際工業グループ内に北海道イスズ自動車があることからイスズ製のバスを主に導入していた。小型車はタクシー専用車種の日産、クルー、トヨタコンフォートが在籍した。小型車の塗装は 平成以降に国際工業バスグループの貸切塗装をアレンジしたものを採用した。ありがとうございます。